おはようございます。北陸の旅は2日目、朝金太郎温泉というところに泊まっていたんですが、みんな揃ってタクシーでやってきました。北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅です。ここから先乗り換えられますが、富山地方鉄道に乗り換えまして、南部宇奈月温泉まで向かいます。黒部宇奈月温泉というと長い駅名で、何があるのかよくわからない宇奈月温泉の最寄り駅でないことだけは確か。実は宇奈月温泉へのアクセスとなる地鉄電車への乗り換えの駅としてこのような名前がついているわけですが、乗り換え先の列車は新黒部となっています。まあ、地元の自治体が様々思惑があってこういった名前になったのかなと、なんかいろいろと想像が巡らされるところです。新函館北斗とかね、岐阜羽島とかいろんなそういう駅があるわけです。やってきたこの地方鉄道の一番列車ではなかったような気がしますが、朝のだいぶ早い列車。本日安西さんはお帰りになりまして、私と酒井くんと足立さんと中村さんの4人だけということになりました。これでもってもうすぐに間もなく到着します。終着宇奈月温泉です。宇奈月温泉に行くわけではありません。ここから先またさらに乗り換えをしまして、富山地方、黒部峡谷鉄道ね、そういったものに乗っていくことになります。宇奈月温泉の駅は2つありまして、峡谷鉄道は少し離れているところ、欅平行き、その列車に乗るわけですが、7時57分発の列車に乗りますけれど、その前に7時11分発の欅平行き列車もあります。横のところを見ると工事列車と書いてあります。つまりこれは普通の人が乗ることはできない列車、そういうことが書いてあるわけです。英語ではワークトレインというんですね。ちょうど列車が出発をしていくところ、2両の機関車でもって引っ張っていかれる後ろには特別車両がつながっています。特別車両というのはつまりこの黒部峡谷鉄道での特別な車両でして、トロッコスタイルになっていない、ちゃんと囲いがついている列車というわけですが、そこに乗っているのはもうみんな関西電力の職員さんたちで、普通の人は一切乗っていません。後ろの方にはね、ちょっと寒々しい、かわいそう、あの人たちはゆったりできないのかな、貨車もありました。その貨車に乗り込んでいる人たちもいましたし、それから何か物資を運んでいるような人もいました。あれもまあ貨車というよりは多分客車なんでしょうけどね。この奥のところに山彦鉄橋と呼ばれている鉄橋があります。あの鉄橋のことではないかもしれないですが、まあ、あの辺り山彦展望台というところから眺めることができる美しいところで、黒部峡谷鉄道の中で最も長いもの、実はその、ね、あの秘境感のある景色が一番その路線の最初にありまして、歩いても見に行くことができる、そのようなところなのですが、今関西電力の人たちが、黒部川発電所、黒四ダムや、黒部ダムとか、それから黒四発電所として大変有名な、その一連の、まあ、維持工事とかそういうやつだと思いますけどね、工事に向かっていったところです。宇奈月温泉というところからこれから黒部峡谷鉄道に1時間ほど乗り、欅平、普通の人はそこまでしか行けませんが、そこからさらに黒部川に沿って黒部川第四発電所という世紀の昭和の大事業と言われていた、大きな発電所があって、その奥にはその発電に使う水を貯めている黒部ダムなどもあります。そして実はこの一般の人は欅平までしか行くことができないのですが、そこから先にも裏のルートがあるのです。今回はその全ての裏のルートを通ることはできませんが、ほんの入り口の部分だけ味わってくることができるように、また旅行を計画してくださった渡彦さんが手配してくれたのでした。あ、大丈夫ですよ。まずは通常通り黒部峡谷鉄道に乗って欅平の駅まで行くことになります。黒部川沿いのその渓谷、そこにずっとまあへばりつくようにして走っていく、そのような峡谷鉄道、現在では観光の名所として大変に有名で、特にこれからの時期紅葉が始まってきますと、富山県を代表する美しい景色ということで、これさっきね私が映していたところですが、こんな感じのところをずっと通っていくね、綺麗なもんじゃないですか。美しい緑色のこの湖の川なんかも、これも素晴らしい。こんなところをずっと走っていくから、これが美しい美しいと言われているわけです。ちなみに元の黒部峡谷鉄道の線路が通っていた鉄橋があちらでして、まあ、線路がこっちに移設されました。現在あちらの鉄橋からはその車両を見ることができるようになっています。また奥には何やら今は使っていないのかもしれませんが、謎のトンネル、そういったものもありました。この黒部峡谷鉄道はもともとは私たちのような観光客を乗せる、そういう路線ではありません。先ほどご覧に入れたように関西電力の職員さんたちを運ぶ、もしくは黒部ダム、黒部川第四発電所など黒部川沿いの発電施設を建設するための物資や人員を運ぶための鉄道として使われておりました。現在でもその維持管理、そしてまた追加的な工事など、そういった時のために鉄道を利用して物を運ぶことができるように作られているわけです。
途中にもいくつか駅がありますが、基本的に普通のお客さんが利用することを前提として設置された駅ではありません。利用はできるんですが、このように今も分岐していって、そのまま何やら中世のヨーロッパのお城のような、こんなね形をした建物ですけれど、こういう、まあ、取水塔だったかな、これは、そういったところに物を運び入れたりとか、そういったことに使うように作られている駅です。また途中にも黒部ダムへ行くためだけの鉄道ではありません。黒部川には第一発電所、第二発電所、第三発電所、そして有名な第四発電所と、このようにいっぱい発電所がありますから、途中の駅から第二発電所や第三発電所に行って、それで工事をする、まあ、そういった人たちもたくさんおられるわけです。実際にこれから先進んでいって、そういう方たちを多く見かけました。ですから観光客は基本的に欅平以外で降りても、まあ、あまり意味がありませんので、本日私たちが乗りました朝一番のこの列車、これは途中の駅をどんどん通過していきました。ちなみにちょっと紹介が遅くなりましたけれども、この黒部峡谷鉄道の線路の幅は762ミリ、日本では峡紀と呼ばれておりまして、1067ミリのその線路の幅で行くことが一般的ですが、それよりも大幅にというか、まあ、30センチぐらい狭いレールの幅になっています。座席のスタイルなども全然違っていてね、これもなんていうの、こうお座敷というのかな、わかりませんが、バーベキューみたいな、そんな感じの内装になっている、見ていただいてもわかるかと思います。途中にもまたこのようにあちこち、物を運ぶために作られた脇へそれるような線路があります。このようなところを走っていきます。昔は関西電力の人たちが乗っていく列車に便乗させてもらうという形で乗車券の発売がされていたそうです。黒部峡谷鉄道と呼ばれる前は関西電力の専用鉄道となっていたのでした。どうしても乗りたいという人のために切符を発売することはあったようですが、その時の切符には、便乗証みたいな、そのような書き方がなされていて、そして生命の保証はしないという旨、確か安全の保証は一切いたしませんとか、そんな感じだったと思いますが、そういった表記までなされていたということです。ちなみに今映っておりましたのが黒部川は確か第二発電所かと思います。このように途中には時々ものすごく極めて美しい、そんな景色が見られることがあります。あの水の色は水深の浅いところで、しかも岩の色がもともと白いから、ああいった反射によって美しい乳白色、それの緑色を出すということがあるようです。もうそろそろ終着ということになりますが、全行程片道で1時間、そのような距離のところですけれど、本日まだ9月の20日頃ですが、東京は蒸し暑かったけれども、この辺りは随分気温も下がってきておりまして、相当冷えて、もうみんなの唯一のここでの最高の最大の感想はといえば、とにかく寒いと、それが一番だったと思われます。美しいというよりも寒いというのが一番の感想でした。あちらに見えます、あの白く汚れておりますものは、あれは万年雪でして、この時期にもなお雪として残っておりますから、つまり万年雪というわけです。今ちょっとね、過ぎちゃいましたけど、見てもらって分かったと思うんですが、スイッチバックなんてのをやっておりました。あのスイッチバックはただ線路の敷く場所がないので、その場所をちょっと横にずれるためだけにスイッチバックということになったんだそうです。こちら側には今回送の列車が走っていましたが、あれはさっきの工事列車、そして欅平の駅に着きましたが、早速ここからまた乗り換えということになります。終点の駅なのにここから乗り換えとはいかにと、これはつまりここから先がいよいよ本当の関西電力の専用鉄道に乗せてもらう区間、そういうことになるわけです。前につながれております機関車は昭和13年製で、かつて黒部峡谷鉄道の区間でも走っていたそうですが、現在は4機のうち2機が、引退し、2機がここで活躍をしているということです。少々奥の方まで進んでいきます。そうするとまたその先にスイッチバック行き止まりとなるようなところがあります。そしたらそこで折り返し、トンネルを切り替えるというわけです。距離にすると多分500メートルぐらいしかなかったんじゃないかな、この機関車に乗っけてもらって進んでいく区間は。非常に短いものでしたが、所要時間はおよそ5分ほどでした。到着しました。ここが、確か欅平下部駅という名前でよかったかと思います。ここの鉄道は2層に分かれています。この下部の駅、ここに到着した列車からエレベーターに乗り換えとなります。駅にエレベーターが設置されている、そういった乗りとはちょっと異なっております。この奥にそのままレールが続いていて、鉄道車両をそのままエレベーターの中に押し込むことができます。今エレベーターが開きましたが、あの中に鉄道車両が入れるようになっています。ただし私たちの乗ってきた客車をあの中に運び入れるということはできません。あくまで荷物を積んだ貨車、そういったものだけが積み込められるわけです。このレールに沿って入り、そして今扉が閉まりました。
この中にまた貨車がしまえるようにレールが敷いてあるのもよくお分かりいただけるでしょう。そして今登っております。この欅平下部というところ、つまり先ほどの欅平の駅と同じですが、そこから上部の駅までエレベーターで鉄道を連絡しているという大変に特殊な区間です。欅平上部からまた関西電力上部専用鉄道という鉄道が 6.5 キロありまして、その先 6.5 キロ行ったところに有名な黒部川第4発電所黒4発電所があります。これは国鉄の急行列車の名前の由来にもなった急行黒4という列車がありましたが、もうそれぐらいにこの富山県を代表する有名な建築物であるわけです。先ほどと何か違ったところはあまり見えないかもしれませんが、ここからまた別の鉄道の出発点となっております。これが関西電力上部鉄道の欅平上部駅で、そこで使うような貨車もここに止まっておりました。この貨車にそのまま物を積み込んでエレベーターで下ろして、そして欅平の峡谷鉄道の駅まで持っていくといったことができます。私たちはこれより先上部鉄道に乗ることはできません。一旦ちょっと外へ出てみましたけれど、この辺りこれはね、確かあれの向こうが長野県だったのかな、八方尾根とか白馬とか、そちら側だとこの辺り美しい展望台ですよと教えてもらいました。そのエレベーターがなかった頃はどのようにしていたのかと言いますと、これはあの上部専用鉄道の、 列車なんですけど、ここにねこんな風にしてあのレールが敷いてありますが、これでもってずっとこう奥のあたりまで続いていて、これ現在は使っておりません。あのエレベーターができてからはずっと使っていないものでして、あのエレベーターはねちなみに、戦前に作ったのかな、戦前にあの外国の会社が作って、なんかその時で世界一早かっただかなんだかすごい性能を誇っていたらしいですけれども、その前はこういう風なもので、これケーブルで運搬していたんだと思いますけどね、このとんでもないような勾配、そこのレールの上を物を通して、そしていろいろとこう下とやり取りをしていたんだそうです。ちなみに今回のツアーはその上部鉄道のそのエレベーターのところから少しまた動いて、もうちょっとだけ軽い10分間ほどの山登りをして、そしてこの独特の展望台へ行こうというものでした。今回展望台への登山をすることに関してはそこまで紹介することはしませんが、もう一度またそこから戻ってきまして、こんな風にねめちゃくちゃなところをこう鉄道で越えていくというようなことが昔はあったようですけれど、無論あの一般の鉄道ではありません。そしてこちら上部鉄道のまた車両を見学させていただくこともできました。中を見ていただきますと、非常用ガスマスクと書いてあります。なんであんなもんがあるのかというと、上部鉄道の区間には非常に高温、また硫黄がたくさんあるような、なんて言ったかな、高温帯だったかな、非常に暑い場所があるからです。その壁、このインクラインというところの手前ですが、黒部川第4発電所の前の高熱隧道というところには壁の温度が70度ほどになっている部分がありまして、そこには水をひたすらかけ、今40度ほどに冷ましているそうですが、それでもなお40度あります。そこから先、黒四発電所からはインクラインという、引っ張ってもらうような貨車のようなものでずっと進み、そしてついには黒部ダム、というところまで至ることができます。現在富山から黒部ダムへ行くには、一般的には室堂平経由立山黒部アルペンルートを使うのが一般的で唯一の方法と思われていますが、実は黒部峡谷鉄道、そして欅平上部専用鉄道、さらにその先の関西電力専用のまたインクライン、そういったものを乗り継いで、そして黒部ダムまでのルート、これは関西電力の人しか使うことができない専用のルートも用意をされているというわけです。ここから先、先ほどちょっと映しましたが、機関車はこの電気機関車ではなく非電化路線でして、そしてディーゼル機関車ではなく、バッテリーカーが使われております。なぜそういったやり方になるのかというと、高熱隧道区間で万が一にもそのバッテリーが失礼、ディーゼルエンジンから出火ということになりますと、もうそれは危険すぎるから、ということで、そのためにバッテリーカーを用意しているわけです。こちらの機関車は先ほど言ったように昭和10年代製造の古い機関車になっております。それをまた全て抜けてきまして、今もうすでにこの映像は帰りの黒部峡谷鉄道の中です。またこちらに黒部川、確か第二発電所だったと思いますが、これも随分古いもので、この橋など、またこれも昭和の前半ぐらい、その前半というか、戦前の製造のものです。帰りもまた1時間ほど同じようなダイヤで進んできましたけれど、でも帰りの方が列車の運行本数が増えていて、さすが観光その路線だなという感じがしました。そしてまた宇奈月温泉について、みんなでこれね、確か氷見の牛肉、豚肉かなんか食べたんですよね。カツ丼も大変美味しくて、実は朝からここもまたあんまり、お腹をいっぱいになるようなことをしてなくて、ほとんど食べていなかったので、みんなも落ち着けたなという感じです。そして宇奈月温泉からはみんなで富山まで戻ります。この富山地方鉄道本線、これで宇奈月温泉から、途中黒部魚津などを経由し滑川も通過し、そして富山まで戻ります。
電鉄富山行きの特急電車うなずき10号というものに乗って帰ります。これはまたこの富山地方鉄道を代表する、かつて西武鉄道で走っていた特急レッドアローの車両を使っているものですから、ぜひこれはこれでまた別に鉄道チャンネル A チャンネル向けに動画を作りましてご覧に入れたいと思います。内装はこのような感じ、皆さんご存知あの超有名デザイナー三藤英二さんが内装を担当されたそうです。まあ、これについてももうちょっと詳しくどんなものがあるのかお伝えさせていただきたいと思います。特急電車に乗りまして富山まで着いたらば、もうあとは私と綿引さんと、それからまた、安西さん中村くん、あ、失礼、間違えた、酒井くん中村さんに、分かれていくということになります。私だけ富山に留まりますが、まず中村さんと酒井くん、このお二人は大阪にお帰りになられました。金沢までは新幹線、金沢からサンダーバードに乗り換えです。そして綿引さんは東京まで新幹線の臨時列車輝き号でお帰りになりました。私だけは富山に留まります。富山に留まってまたもうしばらく北陸を旅することになります。今回はまずこの2日間の様子を B チャンネルにてお楽しみいただきましたが、ここから先もスーツ B チャンネルにて立山黒部アルペンルートなど、まあ、様々この辺りの見どころをご紹介していくつもりです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。